化学発酵、化学発酵、または、ケミルミネセンス、シーミルミネセンスとは、化学反応によって霊気された分子が、否定状態に戻る際、エネルギーを光として放出する現象である。この中で、分子単独が、霊気状態を形成するものを直接発酵と呼び、境内に存在する、蛍光物質等へ、エネルギー移動し、蛍光物質の発酵が観測されるものを、 間接化学発酵と呼ぶ。代表的な化学発酵を示す有機化合物の例としてルミノール、ロフィン、ルシゲニン、シュウサンエステルがある。前者三つは直接発酵であり、後者は間接化学発酵である。シュウサンエステルの化学発酵は、カシュウサンエステル化学発酵と呼ばれている。反応物 A と B、冷気状態の中間体、生成物。 そして発光の関係は次の反応式で表される。例えば、適切な触媒の存在があるとして、A がルミノール、B が加酸化水素とすると反応式は次のようになる。ただし、冷気状態のエネルギー低下は光の放出の原因となる。理論上、一つの光子は反応物の分子ごと、または、モルあたりの光子のアボガドの定数ごとに放出されなければならない。 実際には、非酵素反応での量子効率、QC は滅多に1%を上回らない。鉄、または銅、または補助酸化剤の存在下の塩基性溶液中のルミノールは、過酸化水素によって発酵する。量子効率 Q は1%である。この反応は、ルミノール反応といい、実験室では演示実験に用いられる。サイリウムでは、 サリチル酸ナトリウムのような触媒の存在化、中酸ジフェニルと加酸化水素とが反応することによって、蛍光線量、大が冷気され発光する。これは最も効率的な化学発光として知られている。量子効率は15%まで上がる。冷気された蛍光線量が規定状態になるとき光が放出され、その色は線量に依存する。 塩化オキサリルは蒸気の例と同じように酸化時に蛍光染料を発酵させる。塩化オキサリルは蛍光染料の存在した非水溶媒、例えばジクロロメータン中の過酸化水素で処理することで発酵が得られ。蛍光色及び強さ、そして発酵時間は蛍光染料の種類に依存する。ローダミン 6G は中程度の発酵時間で鮮やかな大々色が得られる。 RU は酸化剤で処理するとルテニウムへの酸化を減るルテニウム削体である。ルテニウム削体はアルカリ媒体中で還元された時光の放出が起こる。はじめに次の反応がある。ここで RU が得られる。さらなる反応はアルカリ媒体の水素化放送ナトリウム溶液還元剤の使用を含む溶液が付加された時 RU は RU へ還元され。 大々色の光を放つ。トミーエチレンは、空気による酸化で明るい青緑色の光を放つ。また、ピロガロール、1、2、3トリヒドルキシベンゼンも発酵が可能である。ピロガロール、ナオ及びオケイコの水溶液と、ホルムアルデヒドと混合すると、一瞬赤い発酵が起こる。また、純粋な酸素、オオ光を発する。 30%過酸化水素と5%塩基成ジや塩素酸ナトリウムの水溶液を混合すると赤色の発酵が起こる。しかし、これはかろうじて見える程度である。このような理由から光の放出の強さと明るさを高めるためにしばしば観光剤が加えられる。光の色と強度は用いられる観光剤に依存する。ルシゲニンの酸化はとてもよく知られた。 化学発酵反応の一つである。ルシゲニン水溶液とエタノール、またはアセトンと加酸化水素を含む、強塩基性水溶液とを混合すると、鮮やかな緑を放出し、それは青緑そして最終的には青色の放出に変化する。放出は条件が揃えば2から3分は続く。マンガンイオンを含む溶液は、水素化放素ナトリウム溶液によって MNA、 還元されるとき化学発光690ナノメートルを示す。他に次のものが液槽で化学発光を示す。日常的に目にする機会の多い化学発光に炭素系の燃料を燃焼させたときに生じる発光現象がある。これは化学反応によって生じた直後の O,CH,C といったラジカルが発するものである。 またこれらの化学発光とは別に、高温となったススのような固体から下脂域から赤外線域まで幅広い連続スペクトルで放射される国体放射による輝き炎発光も火炎からの光に含まれる。オーラジカルは280ナノメートルと310ナノメートル付近 CH ラジカルは390ナノメートルと430ナノメートル付近 C ラジカルは470ナノメートルと510ナノメートル、560ナノメートル付近に強いバンドスペクトルを持つ光を放つため、O ラジカルを多く含む燃焼では発光色が禁止外になり、CH ラジカルや C ラジカルを多く含む燃焼では発光色が青色や青緑色になる。水素のラジカルは特定のバンドスペクトルを持たずに無色に近くなる。 オーラジカルそのものは、火炎中での寿命が比較的長いが、発光は、ラジカルの生成直後に起こる。オーラジカルの発生反応は、CH ラジカルとオー分子の濃度の積に比例する。オーラジカルは、炭化水素が酸素と反応して燃焼する領域で、少量が生じるため、反応初期の領域か、気白混合技の領域での、発光が多い。オーラジカルの発生反応を以下に示す。 CH ラジカルの発生反応は C ラジカルと O ラジカルの濃度の積に比例する。O ラジカルが火炎中に広く分布するのに対して C ラジカルは炭化水素の反応領域にだけ発生するので CH ラジカルの光も特定の領域となる。CH ラジカルの発生反応を以下に示す。C、H、ラジカルの発光は炭化水素の反応領域にだけ発生し、 その発酵強度は O ラジカルや CH ラジカルと比べて相対的に希薄加炎では弱く濃厚加炎では強くなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。